こんにちは。こんにちは。唐揚げ作りまーす。はい。秘伝のタレを使った唐揚げを、はいはい、作りたいんですけど、肉3種類、はい、肉をいいね。別の肉をご用意しております。はい。はい。はい、せせり、せせり、野源軟骨、手羽先。はい。こちらを使って唐揚げを作りたいと思います。はい、まあ野源軟骨と手羽先はまあうまいでしょうね。せせりがどっちに転ぶんだろうなっていう、わからん。せせりのね、天ぷら美味しかったような気がする。ああ、なるほど、うん。ということで、はい、油。粉の作り方、紅茶屋さんに出かしてる人、分量。半々。わかんねえ。小麦粉やったよね。あ、宗男さんが知ってるかもしれんな、社長。え、小麦粉？油ぞ。米粉と小麦粉。でも、カリッとさせたいなら、うん、で、油っぽくさせんならコーンヌタッチって言ったね。あの、肉の油は逃がさず、うん、外の油は吸わさずがコーンヌタッチ。コーンヌタッチだけやったね、あの友達のところのやつはね。あれ確かにね、カラッとなって美味しかったもんね。紅茶に聞いてみようか。お願いします。とりあえずあるなんか粉物をいっぱい、はい、ほんの一人こ分からんよ、意外にあのお好み焼き粉とかがうまかったりするかもしれんよ。だしの味付いてるやろ。それがもう、あーい、ガラス、それデラン紅茶プラチカ、いや、ガラス、ガラスデランケン、ラン考えていけない。じゃあ、粉もの、小麦粉と片栗粉をハーフハーフで、ハーフインハーフイン、二度揚げすると、二度揚げもしようかね。手羽は下がいいやろうね。ちょっと酒でしょったろ、なんかね。ああ、つけてた ね。でもあれ、なんか長持ちさせるためとか言わなかった。匂いとかじゃなくて、はい、はい。で、こっちが小麦粉と、なんちゃら片栗粉を、片栗粉半分半分で、こっちはお酒に、どうし、はい、白になってる、白になる。せせり、手羽先はよく買う、スーパー。セセリうまいもんね。うまい。セセリはね、あと焼いたらめっちゃ油出て縮む。あ、びっくりすること。単純な焼きセセリが好き。うん、俺も。もうあの塩コショウだけでいいもんね。そうそうそう。で、ちょっと味変欲しいときに柚子胡椒ばちょいつけてね。うまい。で、セセリ結構あの言うて火が通ってて、うん、そんなね、なんかあれいつまでも火が通っとらんような見た目をしたいので。柔らかいもんね。うん。よし、はい、揚げまーす。野源軟骨から。野源軟骨を。ちなみに温度は？今170度にしております。170。はい。だから二度揚げするには、はい。じゃあ二度揚げした後にすぐあとのスケールで野源ボウルに入れとく。あ、準備してお願いします。あ、タレをね。そうそう。なんかその油がついてる状態がいい。って言ってたよね。ちょっとこれ教えられたかな。あ、ダメダメ。もうダメだ。非常に。いいやね。非常に低い下に今。ああいう状態でこういう状態にするんで。健太くんのフライドチキンとか作ったらなんかどうなるんですかね。あるんじゃない。全国で。ああ、確かにね。いや、言うこと言ったら怒られるかもしれんけど、大阪あたりでありそうじゃない。ああ。ちょっと入ったところが。それもやっぱ KFC になるんですかね。なるやろ。カーネル呼んだ明日が。で、ちょっとね、売れなくなって KFC になる。結構ね、ごまがね、こんな少ないわけじゃない。美味しいもんね。じゃあ一回じゃあ揚げます。これ、はい、こんぐらいで、まだ白いですが。はい。で、ちょっと時間を置いて余熱を入れて、うん、また最後に、さらっと。はい。これね、でも俺、野源軟骨の存在、存在っていうか、したことあったのかもしれないけど、認識したのって、うん、学生二十歳前後ぐらいだったような気がするんだよね。やめんな。焼き鳥屋とかで食って、うまいじゃんってスーパーに行ったら、うん、売ってんじゃんって、うん、じゃあその間にこれ入れたらいいかな。そうですね。かな、うん、はい、いきます。はい、セリー、セリー、ね、これあれよね、新製品を作り寄るわけじゃないよね。そう、違う、違う、思ってる人がおるかなって思ったけど、多分、あー、なんかタコついたよね。じゃあいろいろ一度揚げをバーッと終わらせていきますか。はい、はい、揚げていきます。はい、
はい、それでは、はい、一度揚げが終わりました。はい、二度揚げ目です。180度に揚げて、揚げます。はい、はいはい、全然もちろん厚みがあるね。このまま入れる、中に油が、油がちょっと切って入れるっていうね。いや、これも言えんやった。よし、いいかな、はい、これ、はい、揚げまするこうやって油を少し切って、はい、入れる。あー、これやね、もう白いかな、もうちょっと焦げた方がいい、いいと思います。あー、いいね。はい、あー、いいね。あ、しゅんどしゅんどしゅんど、うん、いるなよ。カリカリに揚がれば揚がるほど酢、すごい酢、すごい酢。うまそう。すごい美味しそう。これこれめっちゃうまそうやね。ゲーバー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 。はい、よいしょ。はい、はい、揚げ終わりました。手羽はちょっと吸わんね。吸わん、ほんとだ。筋肉質やけんね。でもこれ鶏やけど吸わん。ほんと、ほんと、ほんと、白鳥。はい、はい、じゃあ食べていきますか。食べていきまーす。はい、じゃあ、はい、こちら出来上がった。やげん軟骨さんからいただこうかな。はい、いただきます。うまいね。うん、なるほどね。合う。芋類やね。うまい。うん、でもなんかやげん感がなくなった感じがする、ね。やげんなのか。普通の鶏肉なのかな、うん、鶏肉。あー、なるほど、わかる。うーん、なるほど。うまい、うまい。これカミカミしてうまいんじゃない？うん、鶏側にちょっと肉がある感じ。あー、なるほどね。たまに。じゃあ、揚げすぎらん方がっていうか、これが好き。あ、これはこれで本当。うん、いや、中もね、パサパサとかじゃない。あー、なるほどね。たまに唐揚げかけて出るね。あれかなと思ったら、あれやろ、ちょいハゲみたいな、あの皮やろ、うん、あいつあいつ、うん、あ、手羽先、はい、ラストの手羽先。あ、うん、怖っ。すごい、なんか油がすごいよ。うまい。あ、うまい、うまい、うまい。このタレはね、多分ちょっと肉感があった方が、うん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 、なるほどね。鶏皮揚げて、はん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 、例えば鶏皮揚げてこれタレつけたらもう全部タレの味。あ、ちょっと肉感がある唐揚げにいいね。マジでうまいね、やっぱ手羽先これ。まさきはね、揚げたらもうこれから始まったもんね。うん、一番最初そうそうそう、うん、でもらってね、うん、はい、ドンゲバビーさんも絶賛された、うん、それでは、はい、うまい。ということで、はい、秘伝のタレに漬け込んだ3種の鶏肉、はい、はい、唐揚げ、美味しかったです。はい、ありがとうございます。皆さんも、はい、なんとなく真似してみてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい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 。